クイズ当たって砕けろの時間がやってまいりました。さあさあ、今日はなぜか回答者がスーパーワクワクさんになってますけど、それでよろしいでしょうか。はい、返事するんですか僕が。はい、スーパーワクワクサイエンクラムは回答を引き受けると。スーパーワクワクさんですか。そうです。はじめまして。はい、文ちゃんです。スーパーワクワクさん、またの名は文ちゃんって言うんですね。そうです。そりゃ新顔ですか。新顔です。そうですか。今日からあれですか、もうエコスマイルさんは来ないんですか。いやいやいや、来るんじゃないですか。来ないんですね、きっとね。来ないんですか。もうみんなね、だんだんね、飽きてきたんで、焼津テレビね。そろそろもう終わりにした方がいいかもしれないね。いやいやいや、悲しいじゃないですか。大丈夫ですよ、もう高齢化に伴ってね、みんなね、体力と気力、うん、なくなってきたん、うん、なくなってきたんで。あれ、まあ、うん、まあいいですよ、もうお年寄りですから。お年寄りがお年寄りを介護するような老老介護状態です、焼津テレビは。ああそうなんですか、うん、あ、唯一元気な、しましょう、唯一元気なのは今日の回答者のスーパーワクワクさんです。僕は、はい、ワクワクさん元気なの、うん、スーパーワクワクさん、今日元気な秘訣は何ですか。元気な秘訣は、うん、元気の秘訣はそこでボケてほしいんですよ。元気の秘訣は何ですか。元気の秘訣はおケツですとかね、なんかこうボケてくださいよ、たまには。元気な秘訣はボケのねセンスをね、うん、磨いてほしいんですよ。はい、はい、もう一回聞きますよ、はい、スーパーワクワクさんの元気の秘訣は何でしょう。綺麗なケツです。うーん、ダメなの、おケツ綺麗、綺麗です。正解です。はい、よかった、うん、もう一回聞きますね、はい、スーパーワクワクさんのおケツの秘訣は何ですか。おケツの秘訣は、よく洗って、 誰が見ても恥ずかしくない。なかなかセンスいいですね、今日はね。もう一回聞きますよ、はい、スーパーワクワクさんの、はい、おケツの秘訣は何ですか。おケツですか、はい、おケツの秘訣は、人間、俺のケツはどの何個くらいあるかなと思って、3つぐらい持ってるかな。なんか全然意味がわからないんですけども。あ、そうです、はい、もう一回聞きますよ、はい、スーパーワクワクさんのおケツの秘訣は何ですか、はい、おケツの秘訣は屁を切ることです。まあ正解としましょう。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、もうくだらないクイズ番組が続きますけれども、はい、いまだにそのスーパーワクワクさん以外は今日は来てくれません。こうね、来ないですね。楽しみに待ってるんだけど。しょうがないから。はい。まあ今日はね。問題です。問題です。はい。さあワクワクさん。はい。何が問題でしょうか。ケツが入ったから土ケツを掘っちゃった。なかなかいい回答ですね。うん。ケツが入っちゃったから土ケツが入っちゃったと。土ケツを掘っちゃった。土ケツを掘る、うん、なんか分かったような分かんないような。分かんない、分かんないね。これはあれだよ、高級な、うん、高級なボケですか。ボケ問題です。さあ早速問題に入りたいと思います。はい、ワクワクさんもよく使ってます、はい、コンセント。コンセント、はい、コンセントはさて、はい、どこにつながってるでしょう。コンセントは鼻につながってます。何、鼻、うん、鼻、この鼻、ノーズ。なんか全然よく分かんないボケですけど滑っていいのか、プラスマイナス、あ、うん、なんか全然よく分かんないんですけども。問題です。はい、コンセントが家庭用のコンセントありますね、うん、はい、ここに来ている電気は交流でしょうか直流でしょうか。いやー、直流、いや交流かな、直流です。はい、なんか全然わかんないボケでしたね。直流、うん、電気が実はこの辺は何ていう会社から来てるでしょう。
これだとこれですか、うん、焼津電力所。はい、そうですね、焼津電力所というそういう会社が、はい、そうです、あればいいんでしょうけれども、ないです。ないですか。はい、でよくね、周波数がどうちゃらこうちゃら言うじゃないですか、はい、ね、うん、日本には周波数が何ヘルツと何ヘルツがあるでしょう。周波数ですか。これ60サイクルと50サイクルだから60ヘルツ50ヘルツダメ。合ってますよ、うん、素晴らしい。なぜじゃあ周波数の違う電気が日本にはあるんでしょう。これはね、相談があったんだよ、うちへ。それでこういうふうにしたいんだけどどうですかって言うから、ああそれいいことだね。それは何だろう。ワクワクさんちに何相談があったってことですか。あったみたいです。あったのね、うん、うん、分かりました。はい、世界のほとんどの国は、はい、うん、さてどうなってるでしょう。世界のほとんどの国は240カ所。何が240カ所なんですか。世界のほとんどの国は何ヘルツなんでしょう、はい、50ヘルツ60ヘルツ真ん中を取って30ヘルツ。30ヘルツなんですか。そんなにしましょう。そんなにしますね、うんうん、まあ、正解しました、ね、今ここでしました。ありがとうございます、ね、うん、まあ、本当の正解を言うと、まあ、50ヘルツか60ヘルツどっちかに決まってるんだって。あ、はい、日本だけです。2つの周波数の電気が使われてることになってしまったのは、はい、これはもう治らないそうです。いや、治そうと思ったら治そうと治るでしょ。直そうと思えばですけどね、うん、で電気がスタートした時明治時代なんですよね。はい、うん、で外国から発電機を輸入した時ですね、はい、東京側はどこの国から輸入したでしょう。東京はアメリカに近かったか。アメリカ違います。東京はドイツ。どこのドイツって感じ。そう、どこのドイツだみたいな。誰だ。で大阪はどこ製でしょうか、発電機。大阪はね、沖縄製。海外って言ってるじゃないですか。海外ね、昔だって沖縄は海外になってたんでしょ。明治時代の話してます。明治時代、そうだ、フィリピン。最初言ったじゃないですか、最初、うん、東京はアメリカとかつって言ったじゃないですか、うん、大阪がアメリカで、はい、東京がドイツ製だったんですよ。どこのドイツじゃなかったの。どこのドイツです、だから、うん、ね、うん、つまりそうやって違う国から輸入しちゃって、はい、ドイツ製の発電機は周波数が 50Hz で、アメリカ製の発電機が 60Hz だったんです。あ、素晴らしい。そこからスタートしたんですよ。その瞬間にどっちかに合わせろよって俺は思うんだけど、うん、大阪の人と東京の人が自分が自分がみたいな感じだよね、きっとね。あ、うん、欲張りなんだ。2つの周波数の電気が、うん、そのたくさん両方でいっぺんに一気に広がっちゃったもんで、うん、50と60で2種類の周波数があると。じゃんけんで決めりゃよかったね。じゃんけんポイント勝った。そういかん。さてこの東京側と大阪側、はい、どこを境目に分かれてるでしょう。これは任せといて、富士川。富士川です。富士川っていうのは、うん、なんていうの、太平洋側じゃないですか。太平洋側。日本海側は何側ですか。日本海側は日本海側。
日本海側なかなかいいボケだねそれね。日本海側です、うん、日本海側だけど本当の川の名前言ってください、はい、川の名前、川の名前、川流れる川は流れる流れる流れる川、うん、何ですか、川は流れる、川は川は、あ、うん、回答者入りました。木村達也くんが小石川って言ってました、はい、どこ小石川、小石川、うん、小石川です。面白いじゃん。小石川ってあるの？ここのスタジオの前に流れてるのが小石川ね、ここね、うん、あ、綺麗な川だもんね。ワクワクさんはよくもういろんなこと言って、うん、あのヒューヒューと寒い川をね、うん、風吹かせてくれますけどね、はい、さて正解は小石川、鳥川って言ってますよ。鳥川、鳥川、うん、鳥川じゃなくて、うんうん、何川でしょう。鳥川、うん、じゃああれじゃん、鳥川があれば、うん、焼き鳥屋があるじゃん。ありますね、焼き鳥川、うん、それで、うん、で今日帰りに焼き鳥食ってビール飲むって、飲む、いいねそれ。どこ行くの帰り、帰り、うん、どこ飲み行くの？酒屋。ああ、酒屋ね、うん、なんていう酒屋？お前酒屋。お前酒屋、うん、それで、それで、でそれで、うん、教えて。何ですかそれ。ダメですよ、うん、最後までフィニッシュしてください。フィニッシュ、達也君もさ、しっかりフィニッシュしてくださいよ。旭川だって、旭川ね、しっかり最後まで責任持ってくださいよ。そうです、ボケた人は、はい、ね、じゃあ正解を言います。はい、新潟県の糸魚川と静岡県の富士川を結ぶ線を境目に西側は 60Hz、東側は 50Hz を使うっていうふうに決めたんだって。よろしいですか？いや、何、あの富士川かね、あれで周波数に関係なく使える家電のちょっと問題ですね、はい、問題です。今まで通り、うん、そのなんつうんですかね、西側でも東側でも使える電気製品、さて何でしょう、はい、西側で使えるやつ、周波数関係なく使えるようなものって何でしょう。電気製品、うん、回転するやつはダメだよね。ん、あのモーターみたいに回転するやつはダメだから。おお、すごい、よく分かってますね。だから電子レンジがいいんじゃね、うん、あの電子レンジね、最近の電子レンジこう回転してるんですよ、はい、回転してる、うん、ターンテーブルあってグニャ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 、そういうのダメって自分で言っててさ、人に出してきたのはちょっといいボケじゃないですか、うん、なかなかあの電子レンジっていうものを知らないあの、うん、大昔の人だってことが分かりますけど、うん、そうです。で何ですか、ほいじゃ答えを、今まで通り使える電化製品何ですか。使える電化製品、はい、使える電化製品でしょ。そう、使えますよって。ああ、使えるのはあれだ、最近はね、その工夫されててなんかどうしても使えるみたいな、変換できるようにね、うん、もう基本的にってことですね、うんうん、使える電化製品ったら、1個ぐらい言ってくださいよ。あ、この、 あの問題つまんないから、早く通り過ぎたいから早く1個ぐらい言ってくださいよ。携帯電話って、携帯電話、うん、達也くん携帯電話がね、家電なんだって。あ、家電なんだ、あれ、うん、でも電気製品からダメなんだ。じゃあいいと思います。黒電話は全く似たようなもの出してきて、なんかもうちょっとさ、1個さ、なんかないの。糸電話。それいいね。それ電気製品なの。電気になった、すごいね。すごいね、糸電話っていう電化製品あったんだ。あるかもな、それ電化製品したらすごいかもしれない。面白いね。今まで通り使える電化製品、一つ目、電気こたつとか電気ポットとか電気毛布とか電気ストーブ、温める系ですね、はい、トースター、アイロン、テレビ、パソコン、うん、性能が変わるもの、さて何でしょう。何が変わるの。性能が変わってしまうもの。
性能は変わってしまうもの、はい、あの 50Hz と 60Hz で、はい、変わっちゃうの。ああ、私の頭です。まあ変わるんでしょうね。変わりますね、うん、うん、特に 100V を頭パンとつけてればね、ビリ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 ってきて、おお、ダメ自分でボケといてさダメっていうのに突っ込むのやめ、うん、なかなかいい線出してます、うん、はい、その線でいってください。はい、はい、性能が変わるものはこれね、さっきね、うん、答え言ってましたね。回転系ね、回転系、扇風機、ヘアドライヤー、掃除機、ジューサー、ミキサー、そのモーター回すやつ、モーター回すやつ、うん、モーター回すやつね、あれ電気じゃん。電気、電気電気だよ、だから電化製品だって言ってるじゃん電化製品ね。さて、そのままでは使えない電化製品、はい、さて何でしょう。そのままで出ないと では使えないの、うん、壊れた電気製品、電気が通らないから。そうね、壊れてるものは、うん、使えません。何にしても使えないです、うん、使えないです。下手するとショートして火吹く可能性ありますね。火吹いて、あ、うん、まあこれからあの寒くなるから、うん、あったかいなって、焚き火だね。焚き火ね、焚き火って電化製品だったんですね。いやいや、これから考えましょうこれから考えるんですか。考えるんです。よくわかんないですね。人間は考える動物です。そうですね、うん、人間は考える動物も、はい、家電だというね、なかなかいい線でしょう。そのままでは使えないもの、何でしょう。そのままでは使えないもの、はい、そのままでは使えないものは、電気が来てても、あの電線が切れてるやつ。それはそうだ、うん、それね、壊れてる、明らかに。あれ壊れてんの、うん、電線が切れてたらね、うん、ヒューズが切れてるやつ、ヒューズね、うん、まあそれもあるね、うん、ね、答えを言っちゃうと、人参頑張れってのが来てるよ、ほら来てる、うん、頑張ってます。人参、答えてあげて、人参、あー、人参、人参、スーパーワクワク人参来てるんだ。なんか一言お願いします。スーパーワクワク人参、ただいま、ただいま、ただいま人参は、ちょっと長い、長い、うん、ダメ、それ思いっきり滑ってる、滑ってる、失格、はい、ね、失格、ごめんなさい、あのポイント没収です。はい、はい、というわけで、はい、もう電化製品の問題は問題です、終わりまして、次は、はい、ちょっと異色な問題ですね。異色ですか。はい、異色です。異色ってことは色がついているようでついてないと。ついてない、ね、うん、あるね、ホームページを見てきました。はい、うん、モノタロウっていうホームページがあったんですけど、あります、はい、うん、これは何を売っているサイトでしょうか。これはモノタロウはね、はい、部品とかね、そういうのは売ってる。正解、すごいよくご存知ですね。あ、ごめんね、うちの会社はモノタロウ使ってる。あ、使ってんの。使ってる。素晴らしいですね。うちの会社とは何会社ですか。農機の会社です。あ、農機の会社、素晴らしいですね、うん、そこの社長さんですね。いやいやいや、昔はね。ああ、問題です。じゃあ次の問題です、はい、最近なんかね、戦争が起きそうで起きないけど、起きなさそうで起きそうで怖いですね。はい、さて、最終兵器と言われている核兵器、はい、保有国は何カ国あるでしょう。あ、なんかさっき聞いたよな、4カ国。どことどことどこですか。中国。中国、ソビエト、ロシア。ソビエト、ロシア、はい、ロシア、はい、アメリカ。アメリカ、はい、北朝鮮。北朝鮮出た、はい、今4つですね。4つ、うん、北朝鮮があって、まだイタリアなんかどんなの。4つじゃなくて、実はね、9個あるんだけど、あと5つ答えてください。イタリア。イタリア、ブブー。あ、違うんだ、あれ、まあ、はい、あとどこだろう。あとどこでしょうか。日本はないよね。日本はないです。ないね。日本は持っちゃいけないことになってますから。そうです。たとえ持ってても持ってないって言い張らないといけない。韓国。韓国ないですね。ない。
困りましたね。そうするとあと誰だよ。誰だって教えて。4つしか言ってないですよ今。オーストラリア、スペイン、大きい国、ロシア言ったからな。まだ4つしか言ってないですよ。勉強不足。もうパス？パス。はい。じゃあ答えを言います。はい。アメリカ、ロシア、フランス、イギリス、中国、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮の9つです。ああ。いつフランスは出そうなんですね。じゃあもう一回今の言ってください。もうすぐ忘れちゃう。ダメです。この忘れるのは得意だから。はい、どうぞ。はい、どうぞ。どうぞ。ね。はい、どうぞ。よっ、社長っつってるよ、ほら。早く答えて。わかんない。え、一個も覚えてないの？もう覚えてない。もう言うのめんどくさいんでしょ。めんどくさい、めんどくさいってことはないけど。スーパーワクワクさんだね、やっぱりね。そうです。どっかでワクワクさせてくんないとさ。はい。あの、困りますよ。本当だよ。じゃあ、保有数を言ってください。保有数。まず、ロシア、何発でしょうか？ロシアは300発。さっき教えたじゃんこれ。もう忘れちゃったって。予習したでしょ。忘れちゃったって。自慢じゃないけど忘れた。忘れた。じゃあアメリカは何発でしょう。知らない。もう疲れちゃったんでしょ。疲れた。疲れてました。疲れました。降参って言ってください。万歳。降参しました。はい、降参ですね。ロシアが4490発。これ2023年6月1日現在です。で、アメリカが3708発。さて、はい、3番目にいっぱい持ってる国はどこでしょう？3番目、中国。中国、410発です。今日はなかなかね、うん、難しかったと思います。難しいです。ワクワクさんにしては、なかなかいいボケをかましてくれたので、はい、今日はもう満点です。満点満点。ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかあれですね、昇格ということでね。あ、昇格ね。特待生1級にしましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。1級に特待生で入りました。はい、クイズ当たって砕けろ。今日の回答者はスーパーワクワクさんでした。ありがとうございました。もう時間。はい、もうちょうど時間ですね。ちょうど時間となりました。この後は